続いては9号車カースポット高崎のおすすめ車です。ご紹介いただきますのはユーカーレンジャーイエローの石井さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では石井さん、早速ですが今週はどんな車ご紹介いただけるんでしょうか。はい、今週のおすすめ車ですが、こちらの、スバル BRZ2.0GT というお車を選んでみました。はい、では早速評価書です。ご覧ください。はい、内装星2つ半、外装も星2つ半、総合で 4.5 点をいただいている1台でございます。ではこの BRZ 見ていきましょう。では今回の BRZ、 通常のグレードよりもさらにスポーティーなイメージに見えますが、はい、石井さんグレードは何でしょうか。はい、こちらは 2.0GT でございます。ベースの車両に対してよりスポーティーな性能を重視した、ブレーキのブレンボを装着し、足回りもザックス製のダンパーを取り付けたモデルとなっております。アルミホイルのところに見える赤いブレーキのことですね。はい、そうですね。インプレッサシリーズの STI でもたびたび装備されていたこのブレンボ製のキャリパーですね。はい、そしてザックスとはスバルではあまり聞いたことがない気がしますが。そうですね、こちらはモータースポーツ界でも活躍しているブランドなんです。ハンドルを切った際のボディへの反応の良さと快適な乗り心地を両立した BRZ に今回の1台は仕上がっていると思います。快適性能も高いということですね。はい、それにトランクの方に目を移してみますと、専用のリアスポイラーがついて、いかにもスポーツカーという雰囲気もかっこいい1台ですね。そうですね、まるで車外パーツのようなリアスポイラーも後ろから、BRZ アピールする際にはかっこいいパーツかと思います。それに、スタイリングもですね、はい、従来のスポーツカー好きの方にもおすすめの、本当にスポーツカーというような低いこのフォルムも、従来今まで乗っていた方にも非常に見栄えがいいかと思います。そして内装もですね、特別な仕様になっているので、ぜひちょっとご覧いただきたいので中も乗り込んでみてください。では車内に乗り込んでみましょう。さて運転席に乗り込んでみました。まず運転席に乗り込んで感じるのは、まずフロントガラスが幅広いので、これ走り出したらすごく爽快感を感じそうですね。はい、そしてフロントシート、今私が座っているこのフロントシートですが、ロゴに BRZ というロゴが入ってますね。そうなんです、この 2.0GT にはこのロゴ入りが、一番の特徴に内装になっております。素材もですね、座面と背もたれの部分にはアルカンターラ、そして、ニーパッドですね、太ももの脇や、脇腹を支えるあたりには本革といった2種類の素材を使って、専用シートを装備しております。そしてですね関さん、はい、シートヒーターもついておりますので、日常使いでこれから寒い時期訪れますけれども、そういった際にも嬉しい装備がついております。シートも実際に触ってみますと手触りもいいですし、体をがっちりと支えてくれるこのシートの形状、これも運転に集中させてくれるし、座り心地も心地いいですし、これは結構いいシートですね。そうですね。はい、それ以外にも、ナビゲーション、バックカメラ、ドライブレコーダーまでついております。さあいろいろと装備が今出てきましたが、まずナビについて伺います。はい、中央のこのナビですが、これどんな機能がついてるんでしょう。はい、こちらは三菱線ダイヤトーンナビゲーションでございます。はい、ナビゲーションの機能の他にもですね、AV 機能として、ハンズフリーで使える、Bluetooth であったりですとか、あとミュージックキャッチャー、それに地デジが視聴が可能な機能もついております。それに付随してもちろんバックカメラですね、クーペの車ですので、ちょっとバックの際に、コンパクトではあるんですけれども死角がちょっと、出てしまう車両ですから、バックの際にも安心して駐車をしていただけるかなと思います。多機能なことに加えてバックカメラでさらに、後方の安全性能も、フォローされているということですかね。そしてミラーの下についているこちらは、これはドライブレコーダーになりますかね。そうですね、最近お車の購入と同時にご検討される方が多いドライブレコーダーも、ついておりますので、今日はさすがにおねだりをされるものはないんじゃないかなと思ってるんですけど、いかがでしょう。そうですね、これだけ装備が充実してますと、なかなかおねだりするものが見当たらないですね。そうですね、ぜひこの、整った BRZ を早めにご連絡をお待ちしております。はい、そうしましたらこの BRZ の詳細を教えてください。はい、走行距離数はおよそ25,000キロです。車検は平成32年5月までついております。そして気になるお値段もお願いします。はい、消費税込み285万2000円です。なお諸費用及びリサイクル料金は別途申し受けます。9号車カースポット高崎のおすすめ車、29年式スバル BRZ2.0GT RWD マニュアル車、お値段は285万2000円となっています。さて石井さん、今回はスバル BRZ をご紹介いただきましたが、はい、先ほどお申し上げられた通り、非常に、はい、装備が充実していて、おねだりどうしようかなっていうのが迷うぐらいなんですが、はい、あえて伺います、はい、本週をこの BRZ に何かおまけをつけていただけませんでしょうか。はい、そうしましたら、もうつけるものはほとんどないので、今回はボディのコーティングを、はい、納車前にして綺麗な状態で収めさせていただきます。ありがとうございます。今日明日ご制約された方にはボディコーティングをつけて納めさせていただきます。詳しくは電話番号 027-363-1300 カースポット高崎までお問い合わせください。お早めのお問い合わせをお願いいたします。では石井さん、この後は気になる車もありますので、また車を見させていただいてよろしいでしょうか。はい、参りましょう。それでは行ってきます。